ちょっと一回登っていいですか。すいません、ありがとうございます。はい、では皆さん、こんにちは。徳田さんのライブにお越しくださいまして、誠にありがとうございます。私たちがですね、僭越ながら、ね、前座させていただこうかなと思います。これ実はもうすでに配信が始まってるらしくですね、バカほど緊張しておりますので、温かく見てもらえればなと思っております。よろしくお願いします。くだらさんにですね、都市伝説も喋れるお歌も上手ということでですね、僕たちも前座やるにあたってどうしようかなと思ってちょっと考えてきたんですけれども、皆さん日本のヒット曲にはある多くの共通する、項目があるっていうのをご存知ですかね。都市伝説なんですけど、カノンコードって言われるものです。最近テレビとかでもやってるんで皆さんもちょっと知ってる方もいるかなと思うんですけど、カノンコードっていうのはどういうものかなってやつなんですけど、クラシックのカノンっていう曲なんですけども、この伴奏に当てはまる、メロディの曲はですね、ヒット曲が生まれやすいという都市伝説があります、ちょっとそれをですね、今日今から皆さんにこんな曲もそうなんだっていうのをちょっと聞いていただこうかなと思いますので、楽しみにしてみてください。変わる
て受け止めて照れていないで。今紹介したこの15曲だけでもこんな様々な年代でこの伴奏で歌える曲っていうのが存在します。この他にもですね、紹介しきれてないですけど、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーとかですね、この伴奏をベースにアレンジを加えた曲っていうのがすごくいっぱいあります。やっぱり日本人が好きな流れなので耳に残りやすいのかなと思います。でですね、次は今のこのカモンコードが使われている曲をですね、1曲丸々やりますので、皆さんどこにこの伴奏が使われているのかなっていうのをちょっと、探しながら聴いてもらえればなと思います。曲はですね、スピッツのチェリー。
の画面出てるんですけど、くだらさんが緊張するわっておっしゃってますね。この後のライブ、くだらさんとてもやりやすいかと思いますので、皆さんこの後ももう一曲僕たちやりますので、どうぞ盛り上がっていただければと思います。あ、ちなみに今の曲どこでカノンコードが使われてたかなんとなく分かりました。まあ、全体的にそれっぽいなってやつなんですけど、あの正解はまあ A メロがまるっきりそうだということらしいです。あの多分、知らんかったんですか。あの皆さんがね、普段聴いてる曲にも多分こういうのいっぱいあると思うんで、あれこれもしかしてと思ったら、なんかちょっと口ずさんで見てもらったりしてね、遊んでもらえればなと思っております。で、次の曲なんですけれども、くだらさんですね、こういう都市伝説の他にもですね、なんか怪談とかもされるそうでですね、ここ数年のね、怖いものとかお化けとかって言ったらね、皆さんも嫌ほど聞いたんじゃないかなと思うんですけれども、鬼滅の刃ですね、今ちょっとコロナがですね流行っておりますので、平安時代にコロナがあればね、間違いなく絶対超強力な鬼としてですね、今頃我らの時代にも語り継がれてたんじゃないかなと思います。ということでですね、次は、リサのグレンゲをやります。この曲でですね、コロナをぶった切っていこうかなと思いますので、皆さんノリノリでよろしくお願いします。僕を連れて進め。
お飲み物とか食べ物とかお手洗い行きたい人はですね、今のうちにお願いします。
わかる。
まさかあんなに俺のこといじってくれると思わなくてMC で歌が上手くて都市伝説もみたいに言ってくれて、知ってくれてたんですね彼らはね、そういうの。いやちょっと感動しましたね、なんか、うん、なんかボーカルのおっくんだっけ、おっくんがなんか元営業マンみたいですね。あれ売れるわ、あれあれ買うわ俺だったら、あのトーク、うん。で、緊張してるしてないみたいな話してましたんですけど、あのね、やっぱコロナ挟んで全然ライブがなかったんで、結構ね久々にこういうライブ緊張するんですよ。あの1ヶ月前ぐらいに自分のバンドでライブやったんですけど、なんかねバンドでやるライブとちょっと違うんですよね、距離がもうあまりにも近いというか、うん。だからね、あの緊張してますはっきり言ってですけど、あのせっかくねすごいオープニングアクトも本当に素晴らしかったので、ちょっと緊張解けました、おかげさまで、うん。あのありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。めっちゃいいやつらだわマジで。いやシーモくん、おっくん、ちかさん、ゆうじさん、しゅんのさんというメンバーのね5人の方でやってらっしゃって、いやめちゃめちゃ良かったですね、うん。あとあのカノン進行のこととか、あの業界ではカノン進行って言うんですけど、カノンコードっておっしゃってましたけど、カノン進行の他にね他にいっぱいあるんですよ。王道進行とか、あと小室進行っていうのあるんですよ。小室哲哉さんが作った進行っていうのがあって、そういうのがすごい本当にいっぱいあるんで、王道進行だったら米津玄師さんのレモンとかね、あの辺はもう米津玄師さん王道進行を使うのすごいうまいんだけど、その辺話すともうこれで終わるんで、もう今日はとりあえず歌を歌いに来たというか歌った後に都市伝説を話すっていう、もう狂ったことなんで、今日はこんなの東京でもやってない、ここだけなんだよ、すっごいレアなイベントなので、簡単にね、ごめんちょっと喋りすぎてるけど、流れを説明すると、まず歌を歌わせていただいて10分休憩して、その後ですね都市伝説ネタをお話します。ですけども、今日 YouTube 配信をしてるんで、ありがたいことに僕配信の結構のお客さんがいらっしゃってですね、聞いてくださってるんですよ。ただ最近 YouTube も厳しくて、あんまりね濃いネタって話せないんですよね、都市伝説ので。 YouTube の配信が終わった後に、まあ、せっかく皆さん来てくださってるんで、皆さん限定で濃い話をちょっとしようと思います。まあまあみんなちょっと配信中だからあんま言えないけど、まあ、あの小室圭のネタとかさ、うん、和歌山カレー事件とかもいろいろあるんだけど、ちょっとその辺のねネタとかをちょっとお話しようと思いますので、まずはちょっと、ゆっくりとね、愛ちゃんのピアノ伴奏で歌わせていただきますので、まずは歌のライブ始めようと思います。よろしくお願いします。1曲目はですね、思いっきりさっきオープニングアクトでやってたこの曲をやります。私の
夢はつまり思い出の後先、夏が過ぎ風あざみ、誰の憧れにさまよう、8月は夢花火、私の心は夏模様。ありがとうございます。
やっぱり、うん、私もステージ立てて楽しいです。3回目ですよね、このイベントって。1、2回目はね、結構定期的に呼んでいただいたんですけど、まあその後ご存知のようにコロナが起きちゃってね、うん、なかなか本当は決まってたんだよね、コロナの前に。2年前にね、企画してたんだけど、まあ、だけどさすがに難しいみたいな感じになってね、うん、で結構ね、音楽業界はがっつり影響を受けて、まあ、ライブ主体にやる人はライブができなくなったし、僕はそんなに頻繁にライブをがっつりやってるわけじゃないんですけど、作曲の仕事で食ってるんで、一気になくなりましたね、仕事が本当に、うん、でもなんかそもそも音楽はバイトしながらずっとやってたんで、まあ、またバイトすればいいかと思ってたんですけど、なんかね、不思議なこともあるもので、その、何ぞかな、趣味でやってた都市伝説の配信を YouTube でやってみたら、それが受けて都市伝説で食えるようになったんですよ、僕。都市伝説のプロになっちゃったんですよ、その後。だから、ライブに行けなくなっちゃった代わりに YouTube の配信の需要がすごい伸びたっていうのに、うまいことハマったみたいなね、感じがあって、うん、少し今作曲の仕事はね、今戻ってきたんですけど、収入は都市伝説の方が多くなっちゃいました、ね、ちょっと複雑なんですけど、まあ、僕小学校の頃から UFO とか宇宙人とかずっと好きで調べてきたんで、なんか嫌な気分ではないというか、これはこれですごい、まあ面白いなというふうに思っている感じですね。だからその3年を経て、富山呼んでもらってから3年経て、ちょっとパワーアップして戻ってきたっていう感じなんで、後で楽しみにしてもらいたいですね、はい。で今の曲は僕が大好きなシンディ・ローパーっていう歌手のタイムアフタータイムという代表曲です、はい。で次はどうしようか、どうしようかな、どうしようかな、ちょっと変えていい？本当？マジで？僕がシンディ・ローパーもすごく好きなんですけども、日本人で僕がすごく好きな松任谷由実さんの、これも代表曲ですね、優しさに包まれたならという曲を歌います、うん、ありがとうございます。ゆっくりで、ゆっくりで大丈夫です。全然ゆっくりで、ネタはいろいろあるんで大丈夫です。 MC は藤子不二雄 A さんのネタとかも話そうと思ったんで、うん、あ、話す藤子不二雄 A さん大丈夫、大丈夫ごめんね、はい、大丈夫です、はい。I'm not a cop.
開こう時は今雨上がりの庭で口なしの香りの優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ肩を開いて静かなこの指の優しさに包まれたなら、きっと目に映る。すべてのことはメッセージ。ありがとうございます。いい曲ですね、これは。いい曲ですね。男の人でユーミンこの高さで歌うって珍しい。俺めっちゃ高いの、キーが。ね、本当に。ハイトーン。なんかそうだな。せっかく、はい、僕本当毎週末、ほぼ毎週末配信で都市伝説を話してて、でたまにオンラインでね、ライブやったりするんですけど、このオンラインライブっていうのがまたね、ちょっと面白いですよね。なんかそのやっぱ今日ねやってこの会場でお客さんが目の前にいる感じってやっぱ特別感あるなっていう感じあるんですけど、オンラインはオンラインでそのまあ富山近郊の人しか来れないじゃないですか、このライブだと。北海道の人とか沖縄の人とかもこれ見れたりするので、で、まあ、向こうの顔はねこうやって見えないんですけど、それはそれで面白いなってちょっと思いましたね。だからオンラインで僕のことを見てくれて、で本当に気に入ってくれたら実際にライブに足を運びたいと思ってくださると思うんで、なんかその流れっていうのがね、そういうのができた感じがして、まあコロナですごい大変だったけど、ちょっと自分がやってる音楽の仕事的に、まあちょっと今まで気づけなかったことに気づけたなっていう流れはちょっとあるんですよ。ちょっとこれは今日 MC でお話しようと思ったんですけど、あと藤子不二雄 A 先生の話していいですか？今回ライブが決まった後に A 先生が亡くなったんだよね、確かね。で僕ね藤子不二雄すごく好きなんで、両方とも好きなんですよ。でお二人ともあれ高岡の出身、一人は高岡、あひみし、ああそうなんだ。じゃあ A 先生だけ高岡、あもう一人はひみしっていう、 F 先生はひみしなの、あ逆か、あ逆、 A 先生がひみし、笑うセールスマンがひみしで、ドラえもんが高岡、あなるほどね、そうかそうか、知らなかった。なんか作風が全然違って面白いんですけど、なんかその亡くなってからいろんな A 先生の話が出てきて、僕が面白いと思ったら芸人の千原ジュニアさんって言うじゃないですか。千原ジュニアさんってすごい A 先生と仲良くて、しょっちゅう飲みに行ってたの。でさっき僕が歌った少年時代も、もともと少年時代って漫画があって、それが映画化されることになったと。で主題歌は絶対 A 先生が友達で大好きだった井上陽水に歌ってもらう、もうこれは決定だ。 A 先生がだから歌詞を書いて井上陽水さんに送って、曲を待ったんですよね、この曲を。したら全然来ないんですよ、陽水さんから。で先生今日曲届かなかったら映画で間に合いませんっていう日にギリギリ曲が届いたの。でそれでこの曲が流れて、スタッフと A さんみんなでボロ泣きして、うわこの曲最高だ、本当頼んでよかったと思ったんだけど、曲聴いた後気づいたのが A 先生が書いた歌詞が一行も使われてなかったんですよ。陽水さんってそういう人らしいんですよ。あとね、もう一つ話したんだけど、手塚治虫先生がすごく好きじゃないですか、お二人は。で僕漫画道っていう漫画がすごい好きで、
ずっと漫画描いてるんですよね、あの漫画って。で僕家でもずっと曲書いたり都市伝説調べたりしてるんで、シンパシーを感じて辛い時とかよく読むんですよ、あの漫画、うん、すごい励みになってるんですけど、最初に手塚治虫先生に会いに行った時の描写がすごくて、ガチャって扉開けたら手塚治虫もすげえ光ってるんですよ、ビョーンめっちゃ光ってて、まあ多分本人たちはそう見えたんだろうけど、で、あげてもらってちょっとなんか食べてきなよっつってカツ丼をおごってもらったらしいんですよ、まあ、当時カツ丼ってもうかなり高級品だから。ただ A 先生って実家がなんかお寺みたいだね、なんかだから肉を食べられなかったみたいで、だけど自分が尊敬してるもう神様の手塚治虫から出されたものを食べないわけにはいかないって言って、どうしようって悩んだら手塚治虫さんとこで話してる時に、はいはいはいってずっと聞いてて、手塚治虫先生がちょっと横見よそ見した時にカツをここで取ってポーンって後ろに投げて、で窓が開いてたから窓の外にポーンって全部捨てたって言ってて、したら下に歩いてた女の人の頭に乗っかってギヤーみたいな感じになったみたいな話を千原ジュニアさんがしてて、なんかすごくそういうエピソードに事欠かない社交的な人だったみたいですね。で対照的に A 先生がごめんなさい社交的な人で、対照的に F 先生はまあちょっと内向的であんまり表に出ないタイプっていう、うん、だからその全然違うタイプの2人がまあ合作してああいった面白い作品が出来上がったというふうに、ジュニアさんはちょっと言ってましたということを今ほどお伝えしましたありがとうございます。せっかくね3年ぶりに来たんでカバー曲だけじゃなくて、僕はのフェットミュージックっていうバンドとロジェックっていうソロをやってます。それでいろいろリリースをしてるんですけども、せっかくなのでちょっとオリジナル曲をですねここでやらせていただきたいと思います。マイワールド、一番最近リリースしたマイワールドという曲を、歌います。聴いてください。Every night.
LOGQ で検索すると出てくるので、マイワールドという曲、オリジナルの方はもっとヒップホップビートが入ってて、もうちょっとノリのいい曲なので、ぜひぜひ聴いてもらえればと思います。今ね、ロジックは結構アメリカで聴かれていて、僕ニューヨークに4回ぐらいライブしに行ったことあるから、多分それで聴かれてると思うんですけど、なぜかメキシコとかフィンランドで聴かれてるんですよね。一回も行ったことねえのに、そこに。面白いですね。なんかネット配信すると知らない人が引っかかってて、ちょっと面白い現象だなと思いました。はい。どうしようか。いっぱいネタあるんだけどね。いっぱいネタあるんだけど。喋っちゃおう。この後も喋り狂うから、ね。どうしようかな。これも僕が好きな、バンドのビートルズのレッド・イット・ビーを歌います。Speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.次が最後の曲にしようかな、そういうこと言ってくれんの富山の人マジですごいな、とりあえずやろうかとりあえずちょっと待って俺あんまりね一応セットリストを決めたんだけど今結構ノリで何歌いたい曲をどんどんやっちゃってる感じ結構こういうことやるんですよ僕でも今の曲がなんかラストの方が良かった感じするねなんとなくなぜなら僕あの基本的にカバー曲とかもあの歌詞を覚えて歌いたい人なんですよだけどちょっとあのね1曲だけ歌詞を覚えるのが間に合わなくて歌詞を見ながらねちょっと歌おうと思うんですけど本当は iPhone 見ながら歌おうと思ったんだけど iPhone 見ながら歌うとちょっとなんか不真面目な感じしないなんかわかる？なんかその個人商店とか行くとさ店番の人がさ iPhone 見てるとさこっちサボってんじゃねえのとちょっと思うけどパソコンこうやって見てると一気に仕事感が出るじゃん、なんかだから iPhone 見ながら歌うんじゃなくてパソコン見ながら歌ったら真面目さが伝わるからちょっと生まれて初めてパソコンを見ながらちょっと歌います。最後の曲マルーン5の、サンデーモーニングという曲を歌います。知ってると思います。Sunday morning when it's falling and calling out to you, singing.
休憩しててください。ありがとうございます。Thank you.
それですごいじゃないの。今もう生まれすぎてもう取り気になって大変なことになってます。今から出てくる。
ついてあげるやん。今ロスロスするからメソルは嫌じゃん。配信ですか？配信します。個人用？個人用で録画してくれるんですか？嬉しいです。嬉しいです。はい、じゃあ、第1部どうもありがとうございました。第2部始めようと思います。よろしくお願いします。先ほど言ったようにYouTube なのでちょっとあんまりディープなね話ができないので、軽いネタからライトなネタから徐々に潜っていく感じにしますね、うん、闇の方にどうしようかな。すごいライトな話なんですけど、ヤクルトってあるじゃないですか、飲み物。ヤクルト1000っていう飲み物知ってます？今バカ売れしてるんですよ、ヤクルト1000って、うん、で、あ、大丈夫です、全然大丈夫です気をつけて、全然ヤクルト1000っていうのが今バカ売れしてるんですけど、
なんでバカ売れするかっていうと、あのヤクルト戦を飲むと安眠ができる、安らかに眠れるっていう宣伝効果で売れてるんでしょうね。だけどオカルト界では真逆で、ヤクルト戦飲むと悪夢見るって言われてるんですよ。ヤクルト戦飲んだ方っていらっしゃいます、この中で。あ、いる、結構いるじゃん、4人。 どうですか飲んで。毎日飲んでる。あ、悪夢見ました。見てない、あんまり。もうぜ、あの結構安眠できますので。あ、本当に。どうヤクルトさん。いや、僕はそういうのをちょっと知らなくて、うん、最近話題になってるんだっていうのは知ってたんですけど、はい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 、これ飲んだら健康になるんだと思ってました。別に悪夢は見ない。どうですか。あ、見た。そう言われたら。あ、言われたら見たかも。かもかも。どうですか。ヤクルトレディさんから直接買って話して、はい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 、で飲んだら普通に腹調子良くなって気持ちいいみたいな。あ、じゃあめちゃめちゃいい効果なんですかね。はい、そう、東京だとね、ヤクルトさんがもう買えないから、ヤクルトレディを口説いて買うんだって言われて、ヤクルトレディと仲良くなって買うらしいですよね。うん、あともう一人いらっしゃいましたね、ヤクルトさん。ヤクルトさん、あ、どうでした飲んでみて。全然普通です。あ、全然普通、何にもない。ちょっと4人が4人そういったのがちょっと面白いと思ってて、まあ、なんでこの最初にこの話したのかっていうと、富山来る前にちょっと僕人体実験してきたんですよ、ヤクルト1000で。あの手に入れてヤクルト、なんか自動販売機とか駅のキオスクとかで買うと割と手に入りやすいらしくて、どうしても手に入れたかったので、飲んでみました。で、ただね、僕は月末になると結構有料配信とかがあったりして、割と結構追い詰められるんですよね。で、それに作曲の仕事が重なるとさらに追い詰められちゃうんで、基本僕悪夢見るんですよ、すごく。で、ヤクルト1000を飲んだ前日の夢っていうのが今でも覚えてるんですけど、僕の家の周りをいろんな人がこうやって侵略しに来るんですよ。それを僕がのランボーみたいなライフルでダダ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 ダってもう撃ちまくるって夢なんですよね。だからごめんなさいね、子供がちょっといるので申し訳ない。で、僕の奥さんが夢の中ですよ、夢の中の話ですよ。僕の奥さんが僕はこうやってランボーみたいなでかいこうやってマシンガン持ってたけど、ああいうマシンガンってここにこうやって弾がずらーって並んでるじゃないですか。そのずらーって並んでる弾を奥さんがこうやって持っててこうやってこうやってやってるって夢を見たんですよ。これヤクルト1000飲んでも多分悪夢見るなと思って飲んだんですよね。全く見ないんですよ、夢。だからそのヤクルト1000は、ヤクルト1000飲んで悪夢見るっていうのはデマです。いや、拍手がよく分かんないけど、うん、で、ちょっとね、ここ飲食店だからちょっとだけ汚い話になっちゃって申し訳ない、ちょっとお子さんがいて申し訳ないんだけど、吉夢、うん、吉夢ってどういう夢かってご存知の方いらっしゃいます？こういう夢を見たら絶対いいことが起こるっていう、わかんないですか？あのね、まあ、本当にお子さんいて申し訳ないんですけど、自分が誰かに殺される夢っていうのが大吉の夢なんですよね。うん、夢っていうのは逆夢って言って逆夢って書くんですけど、これはユングとフロイトっていう、精神医学の権威がいるんですけど、そういう人たちが導き出したもので、ちゃんと科学で研究されていることです。これは夢を見る内容、見た夢の内容っていうのは今の自分の精神状態を表していることが多いので、自分が殺される夢っていうのは別の自分に生まれ変わるという、そういった意味があるみたいですね。うん、だからすごい、まあ、人に殺される夢なんて悪夢中の悪夢だと思うけど、実はもう大吉夢らしいので、これは覚えておいていいかもしれないです。で、さらにね、さらにもう一つ吉夢があるんですよ。もう本当汚い話これだけにしますので、あのね、うんちが出てくる夢っていうのは大吉です、はっきり言って。あの排泄物系は全部大吉、うん、ただうんちの方がもっといい。すごいよく見る。すごいよく見る。なんかいいこと起こります？全然。あ、起こんない。あの、じゃあそのうんちが出てきて
そのうんちが体につきますか。なんか、うん、トイレができない夢をすっごい見て、ああ、はい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 、はい、最終的にトイレじゃないところでトイレをせざるを得なくなる状況で、はいはいはい、そこに、うん、立派なものが落ちているっていう夢を見て、あ、なるほどね、はいはいはい。じゃあでもトイレができないっていう夢はちょっとあんまりいい夢じゃないかもしれないですね、もしかしたら。一緒になっちゃってるのかもしれない。でも最後にそれがドーンって出てくるってことは最後は大丈夫だよっていう意味かもしれない。これ結構マジで言ってるんですよ、うん、だから、うんちが特に体につく夢ですよね。体につく夢を見た時は大吉らしいです。ごめんなさい、今ピザが来たばっかりなんで本当申し訳ないです本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。だから本当の大吉夢っていうのはうんちまみれになって誰かに殺される夢なんですいや、これ本当に笑ってるけど、これ本当これが一番大吉夢らしいので、この夢を見た人はやったと思って大丈夫です。はい。じゃあ汚い話だとこれまここのぐらいにしまして。枕元に書こう。え？枕元に書こう。何？ごめんごめん、もう一回。枕元にそれを書いてね。あ、そうですね。それはいいかもしれないですね。ただ枕元に今言ったけど、枕元に書いて寝るとまあその夢を見るみたいなことよくあるんだけど。書いちゃいけないことがあるんですよ。ちょっと今それを思い出したんで言いますけども、枕元に赤い文字で秋田って書いちゃダメです。秋田っていうのは何かをやることに飽きるっていう意味の秋田、秋田県の秋田じゃなくて。で、特に丸で囲んで秋田って書いてそれを枕の下にまたは枕元に置いて寝ると、今いる次元から別の次元に行ってしまうと言われてます。うん、ごめんなさい、何々、ね、訂正されるやつ。訂正される、どういうこと富山弁じゃない、別の次元に訂正される。あ、そうそう、訂正っていうのはごめんね、細かくて訂正っていうのは今この現世で例えば僕が死んで、その後に生まれた子供に生まれ変わることを訂正って言ったりするんですよ、うん、僕が言ってるのは、この世界には世界線というものがいっぱいあると言われていて、これオカルトの話ですよ、完全に都市伝説の話ですけども、パラレルワールドという考え方がありますよね、うん、だから、例えばパラレルワールドはどうやって生まれるかっていうと、今日僕は富山にこのライブに来てますけども、体調が悪くなって富山に来なかった僕っていうのもいるわけですよね。そこで次元が枝分かれして世界線というのが分かれるっていうふうに今言われてます。これは今理論物理学とか量子物理学の科学者が一生懸命研究してるんですよ、うん、で科学者の中にはパラレルワールドありますよってはっきり言ってる人もいます、うん、だからなかなか無視できない話なんだけど、何かの拍子に、この世からこの次元からいなくなってしまって別の次元に行ってしまうっていう話っていうのは結構オカルトではあるんですよ。次元のおっさんとかね、知ってます？別の次元に迷い込んじゃった時におっさんが現れるんですよ。温水洋一さんみたいなすごい疲れ切ったおっさんが現れて、こんなとこ来ちゃダメだよって言うんです。それで今の次元に戻してくれるっていう話がすっごいいっぱいあります。これはあとそのちょっと怖い話するけど、日本って結構、まあ、日本だけじゃないけど行方不明者ってすごい多いんですよね。実は年間何万人っていて、どこに行ったか分かってない人って実際いるんですよ。で、そのほとんどっていうのは説明つかない現象でいなくなっていて、犯罪に巻き込まれちゃった人ももちろんいるけども、もしかしたら次元に飛ばされちゃったんじゃないかっていう科学者も本気で言ってる人います、これ、うん、だからパラレルワールドっていうのはまあオカルトの中では鉄板ネタなんですけど、調べてみるとすごく面白いですよ。面白いし怖い。今度映画化される、もうされたのかな、今やってるのが如月駅って映画がありますよね。如月駅って知らないですか？あ、本当？知ってます？うん、知ってる？如月駅っていう映画が今公開されていて、牛首村だったりとかさ、いろんな有名な監督が監督した一連のホラー映画がすごくヒットしたので、今度は都市伝説の映画化ということで如月駅っていうのが映画されたんですよ。これ結構都市伝説マニアの中ではついにあれが来たかっていう、うん、如月駅のことちょっとだけお話しすると、これは静岡かなんかの話だったかな。電車に乗ってる時に、確か各駅停車ですよね、電車に乗ってる時に、夕方ですね、大曲がとき一番幽霊を見たり超常現象が起きると言われている時間帯なんですけども、大曲がときの夕方に電車を乗っていたら一人ずつ乗客がいなくなったと。で、あれ俺しかいないと思って気づいたらものすごい田舎の駅みたいな寂れた駅に着いてた。それが如月駅だったっていう
話なんですね。ただ日本中どこ探しても如月駅なんて存在しないんですよ。うん、それはだから如月駅という名の別次元に迷い込んでしまったという都市伝説の鉄板の話があります。これね、もし読んでない人がいたら、ネットで簡単に読めるのでぜひぜひ読んでください。これは如月駅の話を、今日するつもりなかったんですけども、しちゃうともうすごく長くなってしまうので夜中とかに一人で読んだ方がこれは面白いです。これただちょっと怖いです、如月駅は。うん、ただ作り話としても非常に興味深いお話ですね。知ってた？これって映画の前、映画じゃなくて如月駅の話自体は知ってた。それはどこで知った？それって YouTube とかで。あ、 YouTube でね。そうだよね。うん、そう、元々は結構7、8年前ぐらいにネットで2チャンネルか5チャンネルかなんかでその実況の形で流行ったんですよ。今俺変なとこにいる、ここどこなんだ、如月駅に迷い込んだ人がね、掲示板に書くというスタイルで盛り上がったものです。だからまあ、彼の年代だとやっぱり YouTube なんだろうね、それって。うん、だからちょっと彼ぐらいのお子さんでもそれを知ってるというのはなかなかすごいなって思いましたね。うん、如月駅ぜひちょっと読んでみていただけたらと思います。あともう一つね、ライトなネタをちょっとぶち込むんですけど、これちょっと聞いてみたかったんですよ。まずちっちゃいおっさんって知ってます？うん、ちっちゃいおっさん知らない人っていますか？ちっちゃいおっさん、あ、知らない。あ、本当。ちっちゃいおっさんっていう現象があって、主にまあ東京の芸能人がよく見るっていう、うん、現象なんだけど、家でシャワー浴びてたらこんぐらいのね、20センチか30センチぐらい、まあフィギュアぐらいの大きさのおっさんがいて、もう温水洋一さんみたいなおっさんなんだけど、そのおっさんがこっち見てなんかうだうだ言ってると、うん、でそれである、女性のタレント結構有名な人なんですけど、この人に関してはこのぐらいのサイズのちっちゃい、すごくちっちゃいおっさんが出たのでびっくりすぎて、お風呂入ってる時だったのでそのまま排水口流したという話があるんですよ。ちっちゃいおっさんは。だから、ちっちゃいおっさんの目撃例っていうのはもうここ10年ぐらいですごく増えてるんですね。都市伝説の中でも鉄板のネタの一つになっていて、特に東京のある神社に行くとちっちゃいおっさんに遭遇すると。東京の神社と埼玉の神社ですね。これネットで調べたらすぐ出てきますので、一応名前はちょっと言わないでおきますけども、そこに行くとちっちゃいおっさんを連れて帰ることができるというふうに言われています。もしかしたら富山でもどっかの神社でそういうとこあるかもしれないですね。僕は調べてないですけど、ちっちゃいおっさんを連れて帰りたかったらまあぜひちょっとそういった神社に行ってみてくださいということなんですが、本題はここからで、僕がですねちっちゃいおっさんの次に来ると考えているものがあるんですよ。それ今からお話しするんですけど、プレデターって映画知ってます？アーノルド・シュワルツネッガーが出てきて宇宙人と戦う映画ですね。そのプレデターっていう映画は、まあ、80年代かな、あるいは90年代初頭か80年代ぐらい、僕大好きな映画なんですけども、プレデターという、まあ、外星人、宇宙人が、来てシュワルツネッガー率いる、まあ、軍隊と戦うっていうね話なんですけども、プレデターの得意技で光学迷彩というものがあります。それは何かというと、自分の姿を光学迷彩化して周りから見えなくさせるっていう特殊技ですね。これはまあ正確に言うと、光学機動隊というアニメとかでもよく出てくるんですけども、自分自身が透明になるんではなくて自分がまとっているプロテクターに周りの景色を映して擬態させるという光学迷彩という方法で、これアメリカ軍が実際今研究してます。これもうこれ開発されるんじゃないかと言われてる、うん、で、プレデターの映画見たことある人分かるかもしれないですけども、プレデターが光学迷彩で擬態するときに、ちょっとね透明になって人の形になってボヤボヤボヤってなるんですよ。分かります？それ分かるよね。だって完全に透明人間になるんじゃなくて、僕がもしプレデターで光学迷彩をしたら僕の形はこうやってあるんだけど、後ろのこのドアの形にちょっと擬態してるみたいなね。でよーく見るとあれなんかいるなみたいな、なんか人みたいのいるなっていうになるんですよ。それがプレデターの、まあ映像表現のすごいところなんですけども、その状態の人型を見たっていう人が今続出してるんですよ。街歩いてて、で僕今こういう仕事をやってるんで、もう毎日毎日メールが来ていろんなタレコミ情報があるんですね。そのおかげで僕配信のネタに困ってないんですけども、最近非常に多いのが、
リクさん、プレデター見ましたっていうメールでした。あそこを歩いてたら、あの前から人の形のようなものが歩いてくると。でどうやらこっちを見てるらしい。なんか怖くなっちゃって逃げたら、今度は、太ったお父さんの形と子供連れのプレデターが現れたみたいな、そういう目撃例があるんですけど、非常に今これ増えてるんですよ。だから僕次、ちっちゃいおっさんの次の目撃例が多くなるのはプレデターだと思ってるんですけど、プレデター見たことある人いらっしゃいませんか？さすがにない。映画でね、はい、ごめんなさい、分かりづらいだった。これね、ちょっと聞いてみたかったんですよ。で、僕はスタンド FM っていう音声だけの SNS があるんですけど、最近それにハマって、YouTube が厳しくなったから、スタンド FM でちょっと濃いネタとかをいろいろ話すんですけど、ラジオ感覚で来てるものなので、もしよかったら僕のスタンド FM、ぜひ聞いてもらいたいんですけども、そこでですね、このプレデターの話をしたら、私も見ましたとか続出するんですよね。ただ僕のスタンド FM に来てくださる方っていうのは、まあ、いわゆる変態勢の方が多いんで、で変態勢っていうのはもう本当に僕みたいにすごい詳しい人たちですね。詳しかったり都市伝説大好きな人、がすごく多く集まるんで、そういう人たちはやっぱりもう日夜どこにプレデターがいるか探してるんですよ、ずっと。だからそういった反応が来ると思うんですけども、だからちょっと今日聞いてみて、プレデターを見た人がいるかどうかちょっと確認したかったんですけど、さすがにいなかったみたいですね、これね。ちょっとこれは見て聞いてみたかったんですけど、あとちなみに変態勢のお客さんの特徴っていうのは、変態っていうと喜ぶ人ですよね。この変態とか言うとすごい喜ぶんですよ、なんか。いい人たちばっかりなんですけどね。はい、まずこのヤクルト1000のネタとプレデターのネタをちょっといろいろ脱線しましたけどお話ししました。ちょっとここからややディープになってくるんですが、最近僕が気になっている話をちょっとお話しします。できれば富山の中のネタとかがいいかなと思ったんだけど、なかなか富山のネタで、これ話そうかなってネタが見つからなかったんで、ちょっとまあ僕の住んでいる東京の話になるんですけども、とある東京の大学のお話です、これは。そこのですね、大学、まあ有名な大学なんですけども、そこの大学で2、3年前か、まあ、3、4年前ぐらいですかね、そこの学生がですね、行方不明になったんですよ。ある事件がありまして、ただ行方不明になった原因が未だにわからない。ただこれも僕のその変態勢のお客様からのリーク情報で知ったんですけども、どうやらその大学の生徒がいろいろ噂を流していて、それがネット上に、転がって、ミクシーってあるじゃないですか。ミクシーって今ちょっと若干復活してる感じがあるんですけど、ミクシーのスレッドで盛り上がって一般に知られたと僕は聞いてるんですけども、ちょっとじゃあクイズ形式にしようかな、これ。その東京のとある大学の学生が行方不明になった原因ってのは何だと思いますか？もしよかったら答えてください。何でもいいですよ。何でもいいです。全然。はい、はいはい、どうぞ。スレンダーマン。よく知ってるね、スレンダーマン。スレンダーマンではないんだけど、スレンダーマンっていうのはアメリカの都市伝説で有名なやつだよね。シルクハットみたいなのをかぶってて、手がとにかく長くて、めちゃめちゃまあスレンダーなんですよ。で、それがまあ、子供を誘拐しに来るとかね。だからまあ、日本のその生ハゲだったりとか、ああいったその、今だったら何なのかな、それ系の都市伝説がスレンダーマン。よく知ってるね。好きなの、都市伝説。その割にはよく知ってる。他にはじゃあいらっしゃいますか。まあ、なかなか当たんないと思うんだけど。ヒント。いいね、ヒント。その大学っていうのは、ちょっと技術系の大学だね。技術系の大学で、さらに学科がちょっと変わってる学科があって、これ言ったら分かっちゃうから言えないんだけど、未来なんとか学科とか、先端なんとか科学なんとかとか、普通の大学にはない学科があるとこなんですよ。その大学であることが行われていて、それでその学生が行方不明になってしまったという話があります。
これヒントかな。タイムリー、タイムリー。え？タイムリー。正解。すごいじゃん。すごいじゃん。正解で、そこの大学っていうのは結構技術系の大学でいろんなことを研究している学校で、日本ってやっぱその辺すごいですよね、研究が。うん。どうやらですね、タイムスリップの研究をしてたらしいの、その大学が。うん。ガチで。タイムスリップをしているときにタイムスリップが成功してしまって、一人の学生が過去に行ったまま今戻ってこれない状況だっていう話なんで、まあこれがどこまで本当かわかんないですけど、その学生の中からちょっとまあリークされたトップシークレットらしいんだけど、そういう情報みたいですね。あとまあさっきまあ 出た話ですけども、僕した話ですけど、異次元の話したじゃないですか。さっき言ったように、そのいろんな科学者、量子物理学の人とか、理論物理学の人とかが本気で研究してます、ここで。スイスにですね、セルンっていう研究機関があるんですよ。それはですね、いろんな国がお金を出し合って、この地下に、パイプのすっごいでかい輪っかを作ってるんですね。それが2キロあるんですよ。その2キロあるパイプの中で素粒子っていう物質を高速回転させてぶつけてるんですね。それで何がわかるかって言ったら、ぶつかった素粒子の破片っていうのが必ず全部見つからないらしいんですよ。完全に素粒子が外に出ない物質で作ってるパイプなんだけど、そしたら素粒子がぶつかってそれを組み立てたら絶対元に組み立てるはずじゃないですか。だけどいくつかの物質っていうのは、素粒子のかけらっていうのは見つからないと。それをまあ数学のいろんな計算式でやってみた結果、いろんな実験してみた結果、これは異次元に行ったんだっていう研究結果が実際出たらしいです、これ。だからスイスのセルンという先端研究所で導き出された答えというのは、異次元は存在すると、うん、まあもちろんセルンの研究というのは外に出せないものだから、これもまあリークされた情報だという話があるから、どこまでは本当か分からないんだけど、今の科学の技術の、研究では異次元はあるって言ってると本当にいます、これは。で今結構だからトレンドですね、都市伝説の異次元は、うん、だから、話戻すと、この東京、あ、まだ今よろしくお願いします大学危ねこの大学で研究していたものはタイムスリップだけじゃなくて、異次元は存在するの。もともとそういった物理学とかって日本が結構強かったんですよ。ただ今海外が強くなっちゃってるから、日本も今巻き返そうとしているという話が一つ、あります。うん、で、僕のそのリスナーさんの中の、まあ、変態勢の一人なんですけど、これに関してもずっと研究してる人がいるんですよ。で、この大学の、生徒のツイッターをですね、しらみつぶしにこうやって調べて、一人学生が行方不明になっていると、もうこの情報をくださいってツイッターを発見したんですね。うん、でそれ僕送ってもらって、まあ、ここで出すわけにいかないんで、もし見たい人いたら後でお見せしますけど、その人にダイレクトメールで、実はこういう事件があって、こういうのを僕は調べてますと。僕は非常にこれが気になってるんですが、これその後どうなったか知ってますかって聞いたら、その後何も返事がないらしいんですね。うん、こんなの嘘ですよと、こんなのデマですよとかもなくて、返事がないのがちょっと怪しいみたいな感じになっていて、だからやっぱり何かしらその大学ではあったんじゃないかという話が、あります。うん、でこの大学名ですけども、まあこうやって YouTube のね、オープンなところなので、なかなかこういうこと言えないんですけども、ネットで調べたら出てきます、この大学名。なので興味ある人はぜひぜひ調べてくださいと。都市伝説の面白いところって、何か興味があったことをその後自分で、能動的に調べるっていうのがね、やっぱ一つ面白いところなんですよ。うん、だからやっぱり今 YouTube とかでね、全部その辺を短時間でパパパパパって説明するっていうのが流行ってるけど、この自分で調べるのが結構醍醐味だったりするんで、それはもしね、興味があったらぜひぜひネットで何でも調べられる時代だから調べてみてもらいたいなと、思います。はい、これがまあその、東京の大学の話なんだけど、早速検索早いね、そう、変態勢。話し終わった後にすぐスマホで調べる人も大体変態勢だ。はい、じゃあちょっと、今の話は若干怖いめの話だったので、ちょっと夢のある話というかをしようかなと。前に来てくださいましたよね、ライブね。下手したら全部来てくださったですよね
嬉しい嬉しい、ありがとう。で、過去2回僕を来て話させてもらってるんですけど、ナスカの地上絵の話ってしましたっけ？覚えてないんですよ。してないですよね、多分。ナスカの地上絵はですね、僕何回かテレビに出させてもらったことあって、日曜日にやってる嵐の二宮君がやってるニノさんっていう番組一回出させてもらって、それで結構名前が広まったところもあったんですけど、あとはそのテレビ東京の番組とかいろいろそういう都市伝説系の番組出させてもらって、そこで僕一回話したことあると思うんですけど、その話をちょっとしようと思います。うん、これはあのナスカの地上絵っていうのは皆さん絶対ご存知ですよね。聞いたことありますよね。知ってるよ、ナスカの地上絵って。うん、ペルーっていう国にある、鳥の絵だったり猿の絵だったり、ものすごい巨大な絵が広範囲にわたって描かれていると。うん、これは人間が描いたものなのか、これよく分かってないですね、これは。で、ずっと太古の昔からあるにもかかわらず、発見されたのは最近です、これ。思いっきり。どうやって発見されたかって言ったら、ライト兄弟が発明した飛行機ですね。飛行機が発見された後に、あの巨大な、ナスカの地上絵群が見つかってます。うん、なぜかというと、あのナスカ平原の周りっていうのはあんまり高い山がないんですよ。だから太古の昔の人たちっていうのは本当にそこになんか溝いっぱい線が引いてあって、これ何なのっていう感じだったんだけど、飛行機が発見されてから、うわなんだこれみたいな、こんなのあったんだっていう、これ結構有名な話なんですね。ただ、おそらく皆さんあんま知らないと思うんですけど、ナスカの地上絵って新しいものが発見されてるんですよ、どんどん。うん、直近では2018年発見されてます。50種類発見されてます、新しい絵が。知らなかったでしょ、これ。これはもう本当オカルト好きの間でのあれなんだけど、まあ本当にオカルトのニュースじゃなくて、実際のその科学の方のね発表で、あのニュースになったものなんですけども、2018年に50種類発見されてます。これはどういうふうに発見されたかというと、最近あの発達しているものがドローンってありますよね。ドローンであの辺の地形を、いろいろ調べてるときに偶然発見されたものなんですよ。うん、ドローンで発見しないと、見えない斜面とかね、飛行機では絶対見えない茂みの中とか、そういうのはドローンだったら発見できるので、ドローンが発明された後にドローンでそこを研究していたら、その50種類の地上絵が発見されて非常に話題になりました、これは。で、まだあります、これ。2019年143個発見されてます、今度。で、これがね、またネットで見てもらいたいんだけど、皆さんが知ってるナスカの地上絵よりももっとポップで、すげえ可愛いです、これ。うん、で、おそらく著作権が存在しないんで、僕あの、書き写して T シャツにしちゃいました、それ。結構売れました、それは。で、新しい地上絵が発見されて、ちょっとしかもデザイン性が高くなってると、どんどん。その地上絵は何で発見されたかっていうと、最近発達してるものっていうのは人工知能ですよね。AI。AI の発達はもう目覚ましいじゃないですか。 AI でその辺の地形を調べていたら、まあ、これは多分そのもっと地上絵があるんじゃないかということで、 AI とまあドローンとかを駆使して調べたところ143個見つかりました。これまだあるかもしれないです。これね、どういうことかっていうと、ここで研究家が仮説を立てているのが、人類の発展とともにナスカの地上絵って発見されてるんですよ。飛行機を発明したら、まず最初のナスカの地上絵が発見されたと。ドローンを発明したら、新しい地上絵が発見された。AI が発明されたら、また別のが発見された。人類の科学的な能力が上がっていくごとに発見されていると。うん、これは何なのかって考えたら、人類以外のですね、知的生命体が、このナスカの地上絵を作っていて、人類が、科学が発達するごとに見つけさせてるんじゃないかっていう仮説をね、大真面目に今唱えられてます。で、ナスカの地上絵の中で最大の地上絵って皆さんご存知ですか？めちゃめちゃでかい。あの、でっかい鳥よりも全然でかい。うん、実は発見されていて、この地上絵っていうのは全長が50キロあります。めちゃめちゃでかいでしょ。うん、でこれはね、どうやって発見されたかっていうと、人工衛星を飛ばす技術ができて衛星写真を撮るようになってから発見することが可能になったものなんですよ。これもだから人類の科学的な能力が上がった時に発見されたものなんですね。で、問題はそのバカでかい地上絵なんですね。50キロ四方の、これは絵というよりも矢印です、これ。うん、大きな50キロ四方の矢印がナスカにあるんですよね。
その矢印っていうのはどこを指してると思いますか？それちょっとこれ当たる人いるんじゃない、もしかしたら。はい、どうぞ。あ、違う違う、確かに可愛いな今ちょっと、うん、そういうのもっとちょうだい。どこだと思います？それ南米のあの位置ですよね、ペルーがあって、そこにバカでかい50キロ四方の矢印があるんだけど、その矢印っていうのはどこを指してると思いますか？南極。南極、正解です。よく分かったね。いや、そこ以外ないかな。 あ、うん、あの位置だからね。最初はなんか火星とかかなと思ったけど、うんうん、移動するじゃないですか。そうだね、ってことは動かないものだから、うんうんうん、で、ね、あの謎に包まれてるってことで、はいはい、そうですね、そうですね、そうそうそう、南極なんですよ。で、今都市伝説界オカルト界では南極めちゃくちゃ暑いです。うん、なぜかっていうのはこれから説明しますけども、もし、人間以外の知的生命体、まあ宇宙人ですよね、言ってみたら宇宙人がそれを作って、人間が科学的技術を発達させるとともにそれを見つけさせるとしたら、お前ら次は南極行けって言ってるっていう説があるんですよ。うん、でこれはね、いろんな、なんで南極かっていうのはいろんな話があって、あ、お前ら、その前に皆さんもおそらく知っているであろう有名な映画があるんですけども、有名な映画、この有名な映画が今僕が話したナスカの地上絵、宇宙人が人間に見つけさせている説、これを描いた、まんま描いた映画っていうのが存在するんですよね。これ何だと思います？めっちゃ有名な映画です、これ。わかんない、めちゃめちゃ有名、宇宙系、昔の映画、昔の映画ですね。スターウォーズ、スターウォーズじゃないんだけど、スターウォーズよりもうちょっと前になるのかな、あれは。じゃないです。でもその時代の、絶対知ってます。もうちょっと出たら多分出ると思います。ET じゃない、うん、もう一個有名なのがあるじゃん、宇宙系の映画で。スタートレック、スタートレックじゃないです。スタートレックデューン、砂の惑星ではね、よく知ってますね。じゃないです。あの、でもその時代かな、やっぱりもうちょっと前、うん、未知との遭遇はなかなかいい線を言ってたと思うけど、流星プラネット大好きです、その映画。めっちゃいいですよね。ただそれじゃないんですよ。もう一つ有名な映画あるでしょ。誰が出てますか？あのね、有名な役者さんは多分出てない、監督がめちゃくちゃ有名。ジュラシックパークじゃない、それ宇宙の映画してない。思いっきり離れちゃったけど、宇宙の映画ですね、うん、ちょっとこれ聞いてみたいな、せっかくだから。宇宙からの物体、あ、それさっき言った、遊星からの物体 X、うん、じゃないんですよ、うん、もうちょっと真面目な映画かな、言ってみたら、今のは結構 SF アクションだったり高等無形な映画じゃないですか。もうちょっと真面目にアプローチした SF 映画で超有名なのってあるじゃないですか。わかんない。意外に出ないもんすね。アルマゲドン、アルマゲドンなんか全然違う、まあ、茶番で構成された映画じゃないですか、ね、アルマゲドン好きな人いたらちょっと申し訳ないですけど、わかんない、わかんないか、彼は多分わかんないと思うな。答えじゃ言っていいですか？2001年宇宙の旅って、うん、あったでしょ、あれって。あれってめちゃめちゃ分かりづらい内容で、今見ても分かりづらいんだけど、まあ、あの分かりづらさが受けてヒットしたんですよね。それ以降、あのエヴァンゲリオンだったりとか、分かりやすい、あ、ごめんなさい、分かりにくいものっていうのが受ける、まあ、下地を作ったの、すごいすごい映画ですよ、あれって。ただあの監督というのはスタンリー・キューブリックという巨匠ですけども、すごく有名な人ですけど、あの人が、判断を下す前に2001年宇宙の旅っていうのは実はシナリオがあって、もうそれ多分ね、インターネットとかで見れるんだけど、ものすごい分かりやすい映画なんですよ。あれってどういう映画かっていうと、人類の、まあ、最初に出てくるのはあの、まあ、エンジンですよね、旧人類、もうほとんど猿と見まがう、ほとんど猿の人類がいっぱい出てくるんだけど、そこにモノリスっていう石板が現れるんですよ。で、人類が、科学技術を発達させて宇宙に行けるようになったと。そしたら今度月にモノリスが現れるんですよね、うん、
それは宇宙人が人間を自分のところに導くためにモノリスをこうやって置いてるっていう話なんですよ。あれはこのナスカの地上絵のことからヒントを得たんじゃないかって言われてるんですね。あれスタンリー・キューブリックって監督がすごく、まあいわくつきの監督で、一番最後に撮った映画がアイズワイドシャットって映画なんですよ。アイズワイドシャットって映画を撮った後にいきなりスタンリー・キューブリックって亡くなってるんですね、うん、まだまだその寿命に、届いてない、まだまだ全然生きるとされていたんですけども、ちょっと不審な死に方してるんですよ、うん、でこれも YouTube で見たら、出てきますけど、スタンリー・キューブリック最後の告白みたいなね動画が出てくるんだけど、そこでちょっとねいろいろ香ばしいことを言ってて、まあ都市伝説でよく出てくるフリーメイソンっていうありますよね、秘密結社が、うん、ああいったことの、秘密組織のことを、秘密結社のことを言っていて、俺はもう秘密を暴露してしまったからもう少しで殺されると、そういうこと言ってるんですよ。アイズワイドシャットっていう映画はトム・クルーズとニコール・キッドマンっていうね有名なスターの、まあ当時その後夫婦になりましたけど、その夫婦がニューヨークのある建物に入って不思議な経験をするという話なんですけども、その建物に入った時にある宗教的儀式を目撃するんですね。その儀式の内容っていうのが問題があったって言われてるんですよ。絶対に表に出してはいけない儀式を有名な監督が世界的配給で映画化してしまったから殺されたっていう話があるんですね。だからいろんな情報をキャッチしてる人なので、2001年宇宙の旅を、今僕が言ったナスカ地上絵説のことを考えつつ話したら、あ、ごめんなさい、見てみたらちょっと面白く 見ることができるので、もう一回それをあの見てみることをお勧めします。できれば2001年宇宙の旅はブルーレイで見ないと本当の良さって分かんない映画なんですよ。 できれば映画館ブルーレイの高画質の、で見ないとちょっと退屈な映画になっちゃうんですよね、うん、で最後はすごいタイムリープの、まあ、ワープかな、あれはワープのシーンが出てきたりして、すごくそのオカルト的にも物理学的にも量子物理学的にもすごく興味深い映画なので、ぜひ見てもらいたいと思います。でごめんなさい、話をちょっと戻しまして、南極の話に戻しますね。南極に何があるんじゃって話でしょ。南極に行けと言われても、うん、南極にまつわる都市伝説で今有名なものが地球空洞説っていうのがあるんですよ。これご存知の方いらっしゃいます？地球空洞説ご存知の方いらっしゃいます？あ、知らない。知ってる。なんとなくね。一人だけ、一人だけ。あと知らないですか？全然。いい客だな今日。最高だなこれ。もうこれ配信でやるともうみんな知ってるんですよこの辺のことは。いいわこれ、やめらんねえわこれ、また呼んでこい、またやりたいよ、こういうの話したいから。地球空洞説という説があって、地球というのはものすごい大きいですよね。で地球の中の内部がどうなっているかというのは、一応学問で研究されていて、地球の真ん中には核というものがあって、その前の中に、まあ、その前にマントルっていうのがあって、まあ、マグマがあって、うん、地球の中っていうのは、いろいろもうマグマで覆われてるみたいな話があるんだけど、それは全部嘘っぱちだよという説があるんですね。地球の中は空洞だと。真ん中に太陽がある。地球の中の、表面っていうのは大陸があって海があると。そこに人が住んでるっていうんですよ。僕たちは地上人なんですよ。地底人がいるっていう話があるんですよ、うん、でこれも他の都市伝説と結びつくんですけども、巨人伝説って聞いたことあります皆さん、うん、僕たち巨人が好きなんですよね。すごく巨人が出てくる映画とかアニメに目がないんですよ。進撃の巨人って大ヒットしたでしょ、うん、やっぱりね、巨人出てくると上がるんですよね人間って。なぜかというと僕たちの DNA が太古に昔に巨人がいたことを知ってるからだって言われてるんですよ。でこれもネットで調べたら出てくるんだけど、巨人の化石って調べるとめちゃめちゃ出てきます、いっぱい。これまあフェイク画像ももちろんあると思いますけども、人間が発掘してるところにもう人間の10倍ぐらいのでかい巨人が出てくる、うん、その骨がいくつも発見されてるのがいっぱい出てきます。でこれはまあフェイクもあれば本当にこれあるんだよって言われていて、大昔人間はものすごくでかかったんじゃないかっていう説があるんですね、うん、しかもサイズ的にものすごい本当にまあ、うん、10倍とか20倍とか、うん、で、これもちょっとまた別の話になるんですけども、オーストラリアにエアーズロックってありますよね、一枚はでかいやつ。あとさっき言っていただいた未知との遭遇、
未知との遭遇の UFO が漂着する目印になっているデビルスタワーという山があるんですよ。これね、見たらあんま山に見えないですよね。どういう風になってるかというと、まあこういう風になっていて、山って普通先ちょっととんがってるじゃないですか。とんがってないで上が台形になってるんですよ、うん、平たくなってるんですよ。なかなかないでしょこういうとこって。あれはじゃあ何なのかっていう研究してる人がいて、山じゃないんだった。あれ木の切り株だった説がある。これね、巨木伝説っていうカルトがあるんですよ。これ真面目に言われてるんですよこれ、うん、そうしないとエアーズロックとかああいったデビルスタワーっていうのは、自然の力ではああいう風な形にならないって言われてる、うん、あれは思いっきりでかい巨木が昔あって、それの切り株の跡だと。巨木が存在していると巨人の存在もバレてしまうから、その巨木を切り落としたという話があります。日本にも巨木伝説があって、九州の方にその切り落とされた巨木が倒れて、それが地名の由来になってるんですよ。なんだっけな、ごめんなさい、ちょっと僕忘れちゃったんですけども、巨木伝説っていうのは世界各地にあります。特にヨーロッパの北欧に行くとユグドラシルって伝説があるんですよね。あれ巨木伝説なので、いろんなところに伝説が世界中にあります。だから単純にそのオカルトとして片付けるにはちょっともったいないぐらいいろんなところに伝説があるんですよ、うん、でさらにこの 地球空洞説、まあ、地底人存在説ですよね。実際にアメリカ空軍の、ごめんなさい、イギリスだったかな、イギリス空軍のパイロットで、南極付近を飛んでいて、ちょっといわゆるそのメーターだったり計器が狂ってしまって、ある穴に落ちてしまったと。落ちてしまった先に別の空間があって、別の世界があって、巨人に助けられたとっていう人が実際いるんですよ。巨人に会った人、あと巨人に会った親子とかね、いろいろいますこれ、うん、だから次の人類が次のまあフェーズに行くには、もう南極に行って巨人ともういよいよ会えと、何らかのことがあって、まあ、これもいろんな説があるんで話せば長くなるんですけども、いろんな説があって、人類というのはまあ旧人類というのは地球に潜ってしまったんですけども、今こそその旧人類にあって次のフェーズに行けっていうサインだって言われてるんですよ。まあそれがないにしても、今結構世界って混沌としすぎてません？今この瞬間に戦争が起こってもおかしくないぐらいの状況になってるじゃないですか。で資本主義っていうのももう行き着いていて、行き過ぎていて、今ってハイパー格差社会で、世界のお金あれあるでしょ、世界のお金の9割っていうのを人口 1% 未満の人が独占してるっていう異常な世界なんですよ。これおかしいでしょこれ、はっきり言って。人類、まあ、僕たち、まあ、地上人っていうのはその辺がもう、ちょっともう行き過ぎてしまって、うん、旧人類に合わないともう次のフェーズには行けなくて滅びるよっていうサインだって言われてます。これはちょっとこれは話すと壮大なことになるんですけど、まあ、ちょっと触りだけね、まあ、それでもだいぶ長いですけど、触りだけちょっとお伝えしました。この地球空洞説に関しては僕の YouTube でコロナが始まったすぐぐらいかな、2時間ぐらい話してるんで、これ YouTube でね、リク・クダラ、アルファベットでリク・クダラ、またはひらがなでクダラ・リクでも出てくるんですけど、それで僕の過去の YouTube いっぱい見れますんで、これすっげえいい暇つぶしになるから、これ寝る時とかに聞くともう最高なので、ぜひぜひ暇つぶしにね聞いてもらいたいと思います。はい、というわけで、まあ7時半になったので、まあこれ本編がね最後になりますので、この話で終わりたいと思いますけども、ちょっとね配信を見てる方には申し訳ないんですが、これ以降ちょっと配信を止めさせていただいて、非常にディープなネタをここからですねお話しします。はい、ただねちょっとお子さんにはね刺激強すぎるかもしれない。大丈夫かな、ちょっと分かんないけど、まあでもせっかく富山に来たからね、ちょっとやばいと思ったら耳塞いであげてください。また全然表とか出ちゃっても大丈夫なんで、なかなか刺激が強い話になりますので、はい、というわけでちょっと、今配信をじゃあ止めますので、ちょっとお待ちください。ちょっと配信を見てる人たちに向けて、ああごめんなさいごめんなさい、すごいコメント書かれてますね。
めっちゃ盛り上がってんのみんな。はい、じゃあすいません、配信見てる方は申し訳ないんですけども、ここからディープな時間になりますので、またスタイフとかでお話ししたいと思います。はい、失礼します。じゃあね、またね。126人見て